うわおえうわ終わったなんなんこれもう無理やんこんなこの位置は殺意しか感じねえな。これやべえだろ。ルーテちゃんのこの位置もやべえし、ルーテちゃんはギリギリ助かるか。これはやべえね。いきなり来たな。いきなり絶対絶命じゃんこれ。文字通りの意味の絶命を経験することになりそうで。逃げなきゃダメだったのか。まだなんとかなる。逃げましょうと思ったけど、考えなしに逃げてもちょっとこれ攻めんだよ。ここ当ててくれないと困るよ。通してくれよクーガ。いいとこ見せてくれた、ありがとう。うーし、多分右の方がむしろ安全なんだよこれ。とっとと抜けるべ。ナイス回避。よし、左が今やばいから。エフラムで右が突破した。これでコーマを逃がすことができる。うーん、エフラムなんか成長微妙じゃない。範囲広いな。というかモルダがやべえ。まあただの槍っちゃ槍なんだがな。ここはもうちょっとでこっちの制圧は終わるんですよ。それまで統治、一応視界を広げておくよ最後まで。うわ目玉だらけじゃん。厳しいですなこれは。モルダを救出に使いたくもね。できれば持ち物手ありで、ここでギリアム、ギリアムのディフェンス、そうディフェンスに定評のある男ギリアム。これであっちはある程度シャットアウトだ。こいつハイガイガーゴイルっていう多分だですか、上位種だよね。こいつのステータスはどうだ。あそんなだな。これならむしろ殴りかかるか。そんなに甘くはない。命中威力19っていうのが結構バカ高いのか。連続で食らったらひとたまりもないな。右も右でやべえんだよな今は。削りてえ。コーマをどこに逃がすかのプランをしないとな。まあこことかが割と安全だとは思うんですけど、目玉も来んだよこの位置。やだな。とりあえずまずは仕留めようか。よしレベルアップだ。いいとこ伸びてくれよフォルデ。うんまあ2ピンだけど今までの伸びがいいから特に気にならない。さあこっからだな。弓は消さないとな。空外への特攻がやばい。手数が足りんな。よし、あそこにいるドズラとかを仲間にできたらかなり楽ですが、こいつが結構怖いな。体力あるし、こいつはあれだ、ハイスケルトン的な上位種。 OK 仕留めるぜ。よし、ルーテちゃんが怖いよな。でここで交換、交換で手やりに一応持ち替えて手斧でこいつをぶっ潰す。 OK ある程度抑え込みはしたかな。
ルーテが逃げきれねえな、これ。一歩右に行くぐらいならいけるけど、次のターンが地獄になるな。まあ次のターンの地獄は次のターン考えるか。さあ、君はどこへ逃げる？逃げる場所は限られてるけど。もうここしかねえな。で、バネッサさんは、どこに逃げる？手やり持って、この辺か。よし。傷薬。念には念を持ってね。こっち来た。いって、これは、ぐおん！当たった！やべえ。一番当たっちゃいけないの当たったよな、これ。これ当たんのはきついっすよ、ゼトさん。ゼトさん、ゼトさん、ゼトさん、ここに来て、ゼトさん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 、ここに来て連続被弾は、ゼトさん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 。おお、よし。まあそらな、あの確率避けてたら、ここは当たってたら、ここは避けるだろう。もうさっきから痛い一撃ばっか飛んでくる。いえ、避けてほしいタイミングでは避けてくんねえな。もうそういうゲームだけどさ、これやべえって。これ幽霊戦のヤバさ、噂だけは聞いてたけど、やめろ、やめてくれ。がくっ、一時撤退、死者ではないぜ。これやべえだろ。あっちもあっちでやばそうだぞ。ラーチェル大丈夫かよ。あんまりドズラの方向は期待しない方がいいというか、あっちにはあっちで無茶ぶりはできねえな。あー痛い、結構痛い。これそれは避けるんだね。Z がいなくなっちまったか。ここに来て全員動き出すのか。いやらしいな。ってことは、上に待機させてたルーテとかは完全に無駄だったわけか、これ。うえ、しかしこれ一斉に船を取り囲むように動くから、何が正解なのかもよくわかんねえな。そのタイミングで一斉に集中砲が来るんだったら、まあもっと強気に船取りに行ってもよかったかもな。船の中からは意外と増援が来てないから、これ避けてなかったらフォルでも危なかったぞ。まだ危ないんじゃねえ、これ。まだある、まだ死亡ある、これ。どうしようもないよ、こんなん。どうすんのこれ。もう策的で、これはちょっとどうしようもないんですけど。これフォルデ、お前死ぬんか、お前死んでまうんか。こんな異成長してたのに、フォルデ、お前まで、お前まで騎士が。マジかよ。エフラブさ、俺結構楽しかったですよ。そうか、これやべえぞ。よし、下げた。だけどめちゃくちゃやべえぞ、こっちも。つうか何人死にかけてんだこのターンだけで。やべえだろこれ。このマップどうなってんだ。セーマーぬるいってどういうことだよ。全然ぬるくないじゃん。やべえだろこれ。薬がもうないんですよ、これ。これでまだ上が、ギリアムだけは死ぬ気配なさそうだけど、この人でさえもイービルアイに囲まれたら次のターンわからんぞ。
ドズラさん、こっち助けてよ。てか、ラーチェル死ぬべ、これ。うえ、もう最悪、これ。へぇ。やべえな。一気にこれ主戦力2人いったのがいて、どうする、生き残れるのか我々は。とりあえずルーテちゃんは助けなきゃいけない、なんとしても。ただギリアム速さ5になるけど大丈夫か。大丈夫だ、もうここはギリアム担ぐしかねえだろう、ルーテを。あんまりこっち来られるとこっちも余裕ないからな、もうこれ以上連れてこないでほしいもん。ギリ足りんだよなこれな。目玉一発と槍一発は飛んでくる。エフラム特効薬持ってんな、お前の特効薬をちょっと借りるぜ。これはこうしないと死んじゃう。エフラムの命もそこそこに今脅かされてるから、コーマの命もやべえ、命が危ういやつが多すぎるんだけど今。追撃がここに来て出ないというこの地味な辛さを今味わってる。クーガーちゃん出るか。クーガーちゃん今んとこいいことなしなんだよな、ぽっくり行きそう。いやでももうそんなことも言ってらんねえんだよ、余裕がねえからな。男クーガー、ここは当てるだろ。 OK、この絶望的なピンチを切り抜けるしかねえ。さてこっちどうするよ。こいつが今湧いたのか。これ以上の敵をバネッサに連れていくとバネッサが危ないから、レギンレイブなり倒せるやつ。こいつは18威力あるな。バネッサにまでお届けしたくはないな。でもここを塞いでしまえば問題なのか。こいつをレギンでついてえな、まあ、しゃあねえ。 OK、 避けてくれ。ダメか、ここでレギンで倒して、もう右の見えてない敵は分かんない、そこまでは分かんない。コーマもどこに逃げていいのか分かんねえからな今。でここでロス一人でこいつを処理れないのがかなり辛いね。デュッセルダメ？ダメです、こいつが強えな。テオノで仕留めてくれ、スペースが欲しい。よし、まあ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 、はい。でデュッセルも手を乗ってるのはちょっとリスクあるな、それはダメだな。逆にデュッセルここまでうまくいったから、ここはここでいこう。よし、でここまで逃げれる。よし、ただいま。よし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 、割となんとかなった感は多少ね。ここで何をしつつか、傷薬を使いつつか。ルーテちゃん一旦担いだらもう動かせないよな。ここはいやでも傷薬にします。一応救出下ろしてのタイミングでモルダが使えるとは限らないので、はい。で持ち物手あり装備救出で、モルダはそこそこに危ないので、モルダはどこに逃げればいいんだ。モルダの逃げる場所がねえじゃん。でもこいつめちゃくちゃ体力あるんだけど、なんだこいつ。まあいいや。こいつ鋼の槍21210は置いて、でもこいつはそんなに火力がない。15大丈夫だな。よし、
思いっきり深く行こうか。ここは中途半端に浅く行ったら逆に死ぬ。ライブでデュッセルの回復もできる。まあここは回復しましょう。見えてないとはいえ大体見えてるからな。その必殺位置やめろ。いってえ、モロいった。ナイス回避。よし、オーケー。にしてもこう時代のエースを失ったらな、つれな。あんまり引きずったら次のプレイに影響が出るのであんまり気にしないようにはしてるけど、やっぱつれな。うん、追撃が来てもノーダメージなら物理に関してはそもそもの問題がない。これ以上増援くんなよマジで。これ以上はきついよ。物理はフォロー効きます。問題は上の目玉軍だ。こいつら移動があんまないな。ナイス、オッケー。削ってくれ、数を減らしてくれ。おお、ラーチェル結構硬いじゃん。だけどラーチェル狙わないでくれよ。ドズラ大丈夫ですかな。ガハハガハハ。そこ届くの、うおい、ふう、あぶねえ。おっさんは助かったぞ、やったな。ドズラさん、そっちは任せていいんだね。もうここで増援来たら終わるぞ私。来ねえ。助かったのかこれは。全然助かった気はしねえけどな。意外とバネッサが、つうか壁にできるユニットが一気に滅びたんだよねこれ。こいつが、こいつさえ潰せれば、こいつ自体は潰せるな、このターンで。モルダの命はどうしてって、どうやって確保するか。ここにいるガーゴイル軍団、なかなかに怖いですが、敵全滅であと何体いるのかもわかんない。とりあえず、モルダは誰かを回復つうか、むしろ私を回復してくだされって感じなんだよな。手ありでなんとか削ることぐらいはできるけど、デュッセル銀の斧でとりあえずこいつは潰すか。ロスでもいいならロスでやる。うーん、ロスだと普通の斧が欲しくなるわけか。目玉どもの範囲次第だな。ああ範囲的には問題ないのか。デュッセル直しておいたし、ここは厄介な目玉を一撃昇天させるぜ。オッケーで、ロス、いいね。オッケー、ボスを仕留めた。お前は強敵だったよ。ショートスピア引くぜ。お、この状態でも追撃とはとても偉い。これなら仕留められる。目玉ちゃんとかも来るんだよな。ここはエフラムで仕留めて、一瞬コウマでも取れるレベルと思ったけど無理は良くない。ここはバネッサ行くか。あんまり受けなさすぎても問題なので、11-8だから結構痛いけど、まあそうだな、目玉までは面倒見れないから、ここで傷薬、これがベスト。目玉ちゃんはドズラが何とかしてくれるから、
モルダはちょっと引いて、ここでライブ。ここはあれなんだよな、敵全滅だからどれか1体残しておけば逆に言うとトーチ振り放題なんだけど、横島なこと考えてる余裕が果たしてありますかね。引き受け、下ろす、ギリアム復活、よし、どうでしょう。これは結構いい感じだと思います。痛い、つらい。バネッサ頑張って、もうちょっとで終わるから、多分自信はないけど、これよし。ほらギリアムさんの硬さはとても頼りになった。そしてロス、君も頼りになる男になってくれ。麻婆、まあこの状況においてはなかなか危機管理のあるいい成長だとは思う。無駄、ここは抑える。目玉ちゃん来たよ、痛いけど大丈夫、持ちこたえられる。やっぱ目玉痛えな、こうしてみると。このマップはなかなかに強敵だったが、さすがにもう終わりだろう、もう来ねえだろう。よし、レベルアップ、そろそろ力伸びません、そろそろ力伸びません。ダメか、ダメか。ドズラアタックやるね、打ち止めだ。さてじゃあうまいことやって、よいしょ、うまいことやってっつうか、これどうにかしてなんとか何体かは残したいんだよね、絶妙に。もう敵はそんなにいないと思います、あとは仕留めるだけなんだ。程よくルーテが削ってくれてはいるので、あとはぶちのめすのみさ。万が一外したら痛えな、これこの位置でやるのやめておこう。ルーテちゃん、仕留めやすい敵かつ安全な敵から行こうぜ。ほい、よいしょ。これでもあの二人で済んでよかったのかもしれん。なんか慎重に待ってたらもっと大変だったかもな。まあでもちょっとあの後のメンバーも割と死んでるんだから、この感じだとやべえですぜ、やべえですぜ。エフラム、レギンじゃ足りん、ギュッセル、君の力を借りる。よし、オーケー。あとこれだけのメンバーを全滅させなきゃいけないんだ、結構大変だよ。魔力、これこっちの威力が高いからこっち残したいね、むしろこいつは残しても構わん、それ以外は何としても全員倒す。いけるね、ノルマ一人一体だ。オッケー、増援のモーションは確認できなかったから、後ろに敵はいないし、鋼、鉄、まあこうしてみると目玉は魔力な分ちょっとだけ威力は控えめよね。さてギリアムさんを直してあげたいのと、こいつは威力14だからモルダだとダメージ4だから、モルダを放置してもいい状況まで持っていきましょう。クーガ、怖っ。こいつで OK、 一応これクーガクラスチェンジできるようになりました、一応ね。おー、いいねいいね、いい伸びだよこれ、今のだけですごい素晴らしい、エースの風格を感じる、確実に。よし、
エフラムさんは話しかける用事もあるんだよな。まあその辺はどうにかごまかすとして、こっちほらよ、BGM が変わりました。よし、あとちょっとっていう証拠だね。じゃあ一応ギリアムさん、ここで鉄の槍のまま放置して、モルダで直すべきはもう残りギリアムのみ。ライブをかけます。よし、完全回復。これで次のターンギリアム行ってくれたら何とかして囲む。そっち行ったか、その位置やだな。まあ増援はもう来ないでしょう。よし、こいつはコーマを狙うっぽいから、逆に言うと位置はある程度操作できるな。ここに行こう。直すべ直すべ、これでコーマのレベリングをするんだ。むちゃくちゃだぜ。でみんなこっちだ。うっかりドズラさんが倒さないように気をつけましょう。よし、抑え込みました。お、直してくれてありがとうよ。気が利くじゃない。さあここでエフラムで話しかけましょう。どうも。ふう、君は。ほう、見知らぬ旅の方、もうご安心なさい。私があなた方を助けて差し上げますわ。もうちょっと早く来てくれよ。魔物を退治する美少女の噂をご存知ないんですの。いや、知らないが。ああ。ほう、放っておいてくださいまし。私一人で少し泣きたい気分ですの。いや、こんなところで流れても困るんだが。見ての通り魔物に襲われている。うん、助けてください。で、初期値どうなの？おお、割と強いな。これで移動まであるんだもんな。まあ、モルダさんに比べると体力が、つうか、お前、体力やっぱ、おかしいだろ。よし。目玉ちゃんを、これで、がっちり、確保です。でコーマさんは毎ターン直さなきゃいけないのがめんどくせえんだけど、まあ贅沢も言ってられんわな。反撃されなくてそこそこ魔防高いのって誰だ。魔防は誰が一番高いんだいっと。ルーテか。でも魔物ってそんなに賢くない、あの AI を搭載してる可能性もあるので、あんまり悠長にはできんか。とりあえずトーチ振るべ。よし、お前は本当何なんだろうな。さあ、一掃しました。潜んでる様子はありません。これで正義は守られましたわ。本当？まあ Z さんが元気なようでよかったよ。うん、あなたによく似た女性の方に以前お会いした。ほう、俺はルネス王子エフラム、グラド帝国と戦ってる。実は、カクカク、近々、はい。うん。これからもっと危険な戦いになるが、実は私、ロストン正教国の正王女ですの。君がロストンの。確かに普通の旅人には見えなかったが、やっぱりお分かりになりまして。そういうことね。多分そういう意味で言われてないけど。というわけでドズラ、エフラムたちと一緒に旅をすることになりましたわ。承知しましたぞ。おお、どうもどうも。というわけで仲間になります。やったね。失ったものは多い。ありがとうございました。
そのまま始まるのか。きついな。突然の連戦やめろよな。はい、敵兵の姿はなし。一本道だぞ、急ぐぞ。ほう、この町でいいのだな、ユア。どうも、マリカが来てるはず。おお、来たぜ。ふーん、一度里に戻る。ほう、むやみに魔法使っちゃダメ。そうだぞ、マリカを探さないと。あそこにいるわけだね。東から？それはダメだぜと。うん、予備兵を前線に回すことは賛成できない。うん、なるほど。どっちがいいんだろうな。俺はミルラ。はい、どうした？来たか。全軍戦闘準備。さーて、どうなりますやら。いるね、マリカ。シャムシール、こうしてみるとまあまあかな。はい、レベル5にしてはまあまあかな。さて、ケセルだ、ここに。いや、入れ替わりだろこいつ。なかなかこういろいろな敵がいますな。一通り見ていきましょう。なんか変なもの持ってる敵が一人ぐらいはいるかもしれないよ。というか、キル装備多くない？導きルナか、きついな。もういるの。うん、特になし。まあなんとかしましょうか。今回も頑張っていこうぜな、モルダ。お前は頼りになるよ、モルダ。お前はすごいよ、モルダ。よし、ユニット選択。結構な人数を連れていきますね。そしてさっき仲間になりましたドズラさん、弱いなこれはちょっと初期上級程度、もうどうしようもない感が半端ないね。ゼトさんより厳しいんじゃねえか。うん、酒好きか。まあでもいいもの持ってます。さてさて、人数減っちまったな。まあラーチェルはちょっと一軍の可能性もあるので連れていきましょうか。頑張って杖振ってください。さて、残りのメンバーはガルシア復活だな。枠余りまくってもんね。このショーでロスクラスチェンジを目指します。そろそろね。うん、で他のメンバーモルダも杖振ってなんとかレベルアップを間に合わせたいところか。うん、そんな感じですが、じゃあ準備を進めてくるぜ。